ストレイキッズスンミン、米ビルボードチャートで快挙を達成した心境は？ JYP パクジュニョン代表の反応も明かす。テレビレポート2023年6月19日21時写真イコール、MBC、覆面歌王放送画面キャプチャースタリキッズのスンミンが、3枚のアルバムで、ビルボードチャートを占領したことと関連し、JYP エンターテインメントのパクジュニョン代表の反応を伝えた。韓国で18日に放送された MBC 覆面歌王では、インク対放っておくはずがないの第2ラウンド共演が繰り広げられた。今回の対決で負けたインクは、スタリキッズのメインボーカルを務めるスンミンだった。スタリキッズは、ビルボード200、アーティスト100部門に3連続1位に輝いたボーイズグループだ。彼は、デビュー6年目だが、覆面歌王には出演してみたい番組だった。実は3年間、歯に矯正装置をつけていた。装置を外して、すぐに出演のチャンスがやってきたと、番組に出演した感想を伝えた。昨年、K-POP グループでは2組目として、ビルボード200で快挙を達成したことについては、実は、とても信じがたい結果で、みんな何も言えなかった。最近になって少しずつ実感していると、胸いっぱいの心境を明かした。これに出演者たちは、パクジニョンの反応に興味を示し、スンミンは自宅に招待され、食事をもてなしてくださった。有名なオットセイのような拍手もして、良い話を、たくさんしてくださったと笑った。最後に、これからも心を込めた歌を歌いたい。歌う姿を見守ってほしいと、個人的な目標を付け加えた。元記事配信日時、2023年6月18日19時10分記者、イ・ヘミ。